三重県鳥羽市のホテルや旅館のオカミラで作る鳥羽旅館組合、おかみ、お阿古屋会、寺田まり会長と鳥羽市議との懇談会、鳥羽未来トークが17日、市内の旅館で開かれた。政府の観光支援策の GoTo トラベルが2021年1月で終了見込みになっていることについて、オカミラから新型コロナで大変な窮状を救ってくれた。 来年2月以降も続けてほしいとの訴えが出た懇談会には寺田会長らおかみ4人と市議11人が出席新型コロナウイルスの感染拡大に伴う同市の宿泊と観光業の実情について意見交換し改善を図る目的で開かれた 市議側から GoTo トラベルの利用客について質問があり、岡カらは、団体客は修学旅行生に限られ、家族連れなど個人客が大半、年配の方より若者が多いと説明した、各種クーポンやポイントを使った結果、実質的な支払額がわずか91円だった家族連れがいたとエピソードが披露されると、会場から驚きの声が上がった。 女将は来年2月以降の客足の見通しや深刻な人手不足検温や消毒液などの衛生用品への出費の多さなどを報告市の助成や協力を求めたさらにコロナ後も見据え観光客を宿泊施設だけでなく市民こぞってもてなし再び訪れてもらえるようにしようと呼びかけた林一重